徳島市内の皆様、夏季講習のご案内でございます。土軸は学童と学習軸が合体した民間の教育機関でございます。幼稚園児、小学生、中学生、高校生と持ち上がり式で教えております。場所は畑1丁目7番18号、お電話番号は 088-653-1713 でございます。福島沖の上等小学校など、過去には八幡から転校された例とかもございます。いつでも途中でも入れますよ。1年から6年まで募集しております。夏休み、夏講習募集中でございます。月曜日から金曜日の学校帰りに、曜日時間は選択可能でございます。親御様の思い通りでございます。小学生は夏休みは朝から勉強ですよ。英語、算数、国語、理科、社会、学校の宿題と塾の課題、個別指導で夏休みの宿題などもお教えいたします。学童保育は放課後、学童クラブは6時を過ぎてもお迎えまで安心ですよ。私のお母さんが保険の外交をして私を育ててくれました。9時頃に契約があるとか言うてね、子供を預ける場所に困っていたのを覚えています。私は働くお母さんの気持ちがよくわかります。お子様が賢くなる幼児塾、1日1000円だけ税込みでございます。幼稚園がお休み中など、夏休み中など、また土日も お勉強とお預かりいたします。幼稚園児は前もって予約が必要でございます。ひと夏11,000円、あるいは1日単位1,000円でも預かることができます。主にグレン・ドーマン法による教え方で、仲の良いお友達と一緒に預けていただくと、とても楽しい時間が過ごせます。子供にとって遊びと勉強は同じようなもので、基礎学力の養成に努めます。緑家庭保育園以来、数十年来の伝統と実績がございます。自由で融通が効きますよ。この融通が効くところが民間の教育機関のいいところだと思っています。塾卒業生、就職先、公務員、医師、教師、薬剤師、警察官、コンピューター、情報関係ほか多数でございます。我が母の教えは、手に職をつけなさい、老後の生活を安定させなさい、資格を取るためには試験に合格しなければなりません、そのためには基礎学力を小さな時から養っておくことが重要と考えております。幼稚園児、小学校、中学校、高校と持ち上がり式で、小学6年生が終わると
上等中学校、一律高校、上等高校など1年から3年まで募集しております。ご要望をお聞かせくださいませ。中学生は週3回、高校生は週2回、各90分間の個別指導でございます。お好みの時間帯が選べます。部活の関係で学校帰りから6時ぐらいの早い時間とか、9時近くの遅い時間とか、ご要望をお申し付けくださいませ。できるだけご要望に沿ってお教えさせていただきます。こういった教え方ができるのは、一人一人よく話して計画を立てて、その子に合った教え方をするわけでございます。中学生は月水金、英語、数学、国語、理科、社会、高校入試の問題から学校の定期テスト対策、夏休みの宿題、課題テストなど対策いたします。高校生は火曜日と木曜日、英語、数学、物理、化学、生物など大学入試問題とか、高校の授業に合わせてお教えさせていただきます。お一人様から家庭教師のようにお子様の言うことをよく聞きます。このよく聞くということが教育には非常に重要でございます。9割方は聞いて、あと1割ぐらいはアドバイスをするという形でございます。その子どもの問題点がどこにあるのか、その子どもの言葉を繰り返して考える時間を与えて、子ども自らが答えを見出せるように導いております。中学生は普通科高校に進学できるようにご指導いたします。高校生は目指す大学に向けて、無理をさせずにご説明します。この無理をさせずにというのがとても重要なことでございます。いきなり大学入試問題を解かせるのではなくて、その子どもの能力に応じたところからスタートして、ちょっとだけ上を目指す階段を一歩一歩上がるような教え方でございます。テスト前などには曜日のお振り替えなどもいたします。お時間帯は融通をお聞かせいたします。お申し付けくださいませ。お教えする教科や範囲のご要望を聞きながら授業を進めてまいります。お子様の個性に合わせて優しく丁寧に、優しい言葉を使ってご指導させていただきます。お勉強が嫌いで超苦手なお子様でありましても、個別指導でゆっくりと基礎の基礎から始めて、時間をかけてよくわかるように、お子様の基礎学力が向上するようにお教えさせていただきます。教師になりたての時は、あ、この子物覚えのいい子やなとか、この子物覚えの悪い子やなという実感を持ちますが、この仕事を30年以上しておると、ある確信に到達することができました。テストで点を取るというのは純粋に技術的な問題で、現在の経験を蓄積することによって獲得可能な技術であるという確信に到達しました。生徳的な能力に関係なく、努力を積み重ねることによって、出題者が何を聞いているのか、問題のどこを見れば答えのヒントがあるのか、果たしてどういう答えが要求されているのかということがイメージする、基本的には設問の読み方、設問を読む方法、あるいは回答した後で何度も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 見返す習慣をつける、そのことにつきます。ある意味でテストで
天を取るというのはそのお子様の執着のようなものであると思います。いつか必ず花が開く種を植えてあげることが重要だと考えております。夏講習も募集しております。お電話でお尋ねくださいませ。ご遠慮なさらずにお電話でお試しの無料体験ご希望とお申し付けくださいませ。場所は畑1丁目7番18号畑セブンの旧跡地、現在は設置されて更地になっておりますが、その南、道路南、お弁当屋さんライスハウスの裏3メートル、コンクリートのスロープ上がっていただくと地域はございます。軸の北側に駐車できますよ。場所は我が母校福島小学校と城東中学校のちょうど中間あたり、畑セブン旧跡地、設置された前の南側、道路南側、お弁当屋さんライスハウスの裏3メートルコンクリートのスロープは上がってくださいませ。お車で来られる方は道路右側に前田の肉屋さんを見て、右へ曲がってすぐ左へこの細い路地を約30メートルぐらい上がっていただくと、進んでいただくと土軸がございます。土軸です。 幼稚園児、小学校、中学生、高校生と持ち上がりで教えています。お月謝は共通でございます。1ヶ月1万1000円。入塾時のお月謝をずっと定額で維持する制度がございます。持ち上がり式で無理をさせずに、ゆっくりと会話を中心にその子の問題点を探る形でお教えさせていただきます。場所は畑1丁目7番18号。お電話番号は 653-1713。0886531713です。どうか土軸をよろしくお願い申し上げます。